高松琴平電気鉄道30系電車。高松琴平電気鉄道30系電車。高松琴平電気鉄道30型電車は、高松琴平電気鉄道の電車で、以下の3つが存在する。二軸電動貨車で、1912年から1913年、梅鉢鉄工所製。長尾線の前身である、高松電気軌道の開地系である。 開業の1912年に、開地が、翌年カニが製造されている。全長7.04メートルで、木造、運転台は、オープンデッキ構造であった。高松琴平電気鉄道成立時に、30K31 から32に改版された。1945年には、長尾線の改め機に合わせ、 当形式も台車の改造を国有鉄道多突工場で受けている。しかし、同年7月4日の米軍による高松空襲により、32は消失、廃車となった。残る31は戦後の車両不足の際に旅客輸送に使用されたが、東京急行電鉄と山陽電気鉄道から購入したボギー車の使用開始に合わせこれは終了した。 旧高松電気軌道の車両としては唯一戦後まで生き残った車両だが、旅客車の 1K20 型は一部が繊細で消失、残りも終戦直後に廃車、その後はあまり使用されず、1963年に正式に廃車となった。元阪神電鉄881型で1941年1942年、川崎車両制。 1964年から1967年に入選。制御電動客車の27から39、及び制御客車の50系55から57が在籍した。全面貫通扉のデザインから鉄道ファンの間では喫茶店の通称で親しまれた。30系でありながら27から始まっているのは40番内を意味番として避けたためである。 入選順に三十一から三十九まで達した後、二十九、二十八、二十七と不満した。なお、初代二十型は二十一から二十九が存在したため、二十七から二十九は二代目となる。二代目二十型は二十一のみ、現存する三代目二十型は二十四まで。また、五十型が五十五から五十七であるのは、当時五十系の除籍が完了していなかったためである。 コトでンでは、直流600ボルト区間用として登場した。当初、長尾線、指度線で使用されたが、1966年に、指度線の下線電圧が1500ボルトに昇圧された、ため、長尾線専用となった。これにより、木造車及び簡易交代化車、木造車体の上に後半を張った、車両、ニセスチール車が1969年までに廃車され、 ことから消滅した。その後、長尾線も、河川電圧が 1500V に昇圧されることになったが、本形式は、戦時中の製造で車体の老朽化が進んでいたことや、新造以来の東芝製 RPC-51、自動加速制御機、自動ブレーキバンドン密着連結機を使用しているため、HL 制御、SME、 非常便付直通ブレーキ方式の他社と連結が不可能なこと、電気関係の配線の被覆が布製であり、老朽化が進んで千五百ボルトへの昇圧に耐えられない子、それに何より r p c 五十一をはじめとする制御機の老朽化が著しく、しかもスペアパーツの入手が困難で最終機には半数に当たる八両が使用不能状態に陥っていたことを理由として、 廃車されることとなった。廃車は状態不良で、旧車中の車両から1975年より開始され、一部は長尾線昭圧前日の1976年12月25日まで残存したが、翌1977年に全車除籍され、解体処分された。なお、台車、手電動機などの下回りは、車体よりも多くが導入された。 また廃車後、工事の30型などに転用されたものもある。元京浜急行電鉄230型で、1930年から1936年、川崎車用、または、汽車製造制。1977年から1980年に、かけて、順次入線した。最大時、25から38の2両編成7本14両が在籍したが、 1999年から2000年、及び2007年に廃車となった。指導、長尾専用では、初の二両固定編成、貫通路及び貫通ホル付き車両であった。入線にあたっては、京急車両工業で以下の改造が行われた。最初に導入された31.32は、当初75系75.76を名乗っていた。これは、 入籍時点で30系の助籍が完了していなかったためである。また、2台と同様の理由により、38まで来たところで29から30、27から28、25から26と編成単位で番号を遡って、不番している。なお、車号のうち27から29は3台目、25.26は2台目である。圧が完了した長尾線と、 四戸線は車両が共通となり、一時期は両線の主力として使用された。1994年の河原町駅、改良工事着工に伴う四戸線分断により、25から26、33から34、35から36の3編成は長尾線、残りの4編成は四戸線の所属となる。1998年以降、 両線に冷房車の600系、700系の投入が開始された。30型は、この代替で1999年から2000年にかけて順次廃車となった。最後に残った、シド線の27から28も2001年度に600系の代替で廃車の予定であったが、2001年12月の民事再生法申請に伴い計画は白紙になった。その後、 計画が変更され2002年末に、この600型は613から614として、長尾線に投入されたため、27から28は、その後も、首都線に在籍することになった。なお、2002年以降、休憩者は、ピンクアイボリーのツートンから茶色アイボリーのツートンに、塗色変更されたが、27から28は、首都線標準塗装に変更され、600系。 700系同様、ことでん、ロゴの貼り付けが行われた。結局、四導線の比例防車は、長尾線を路線改良して、大型車を投入し、その玉付きで小型車を移動することで代替された。27から28は2007年7月7日8日に、行われた、さよなら運転を最後に運用を外れ、廃車、解体された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。